哀れ名作くん学級会。さあ始まりました。僕たちのニュース。うるせえだよおい、眠たい。やめろよお前。やめろよ。いや言うから今あの説明するんだから今からね。寝てない。何なんだよお前。さあ始まりました。僕たちのニュースや企画のコーナーをお楽しみいただく哀れ名作婚学級会。言えよここで。今言うとこだろ。また怒るだろ。どうしたべ。怒るからやめたんだよ。スイーツを寝かしてやれ。いや2回なんだ。第2回だから ね、うん、ね。まずは皆さん自己紹介してください。はい、スイーツです。おばあちゃんの作ったシャツが好きです。どういうことだよ。むすびです。柿とか梨とか車とか時間使いすぎだろ。さっさと行こうよむすび。車にします。いや好きなもの車にします。あ、じゃあそれでいいよ。はい、はい、のきおです。梨にします。なごめんなさい。後悔すんなよ。後悔はいらねえから。のきおです。のきおが好きです。あ、自分のこと好きなんだね。のきおボルトマンね。もうここ本気で行きすぎだよみんな。なんでもいいんだよ。来た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 ぞ。来たボルトマンです、うん。人が人が苦しむ顔が好きです。怖えよボルト。怖えよ。来たいいよ。来たわ。来た来た来た。どうしたのよ。おばあちゃんのシャツ、うん、やり直したいんですか。後悔いらねえよもう。大丈夫だからみんな。大丈夫大丈夫ですか。そう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 、はい、で僕が松田名作です。さあこんなメンバーでやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。狭いみんな揃ったんだよね。揃ったね。狭いな。そうそう、狭いんだよ。前回はそらスイーツと僕だけだったけど、うん、ちょっと俺ゴツゴツしててごめんな。いやいいんだよいいんだよ。この人肌の感じがいい。お前静電気すげえんだよ。誰に怒ったんだよ静電気がよ。寒くなってきたしな。怒らないで怒らないで。ちょっと俺抜けていいか。いやな、抜けないで。みんなでやっていくの今日は。もう行くよ最初のコーナー。俺本物のカメって言ったけど、うん、行くっつってんだろこの野郎。名作どうした。おばあちゃんのシャツやり直していいですか。いいよ行くよ、はい、最初のコーナーです。名作くんニュース。僕たちのニュースをお伝えするコーナーですね。はい、今回のニュースはじゃん。名作くん初グッズ通販スタート。やったよねこれ。やったよこれ、うん、前回放送でお伝えした名作くん初グッズ、アクリルキーホルダーと缶バッジが好評につき通販スタートとなりました。うん、アマゾンと A3 マーケットにて販売しております。アクリルキーホルダーは何種類あるんだっけ。ゴシュ。いやでもいいだろこのくだり。ゴシュ散々やったから前にさ。ゴシュ、うん、ゴシュ分かった分かったから。2種。いや減らすなよ。はゴシュ。何なんだよくしゃみみたいに言うんじゃねえよ。ファッション。いやもう適当だなもう。じゃあ、グッズについては詳しくは名作くんホームページを覗いてみてくださいね。それでは次のコーナー、名作くん GM 袋。これはですね、前回の学級会で質問を募集したところ、なんと700を超える数のコメントが来ました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ザースボルトのお礼いいね。ザースって言うんだね。ザース伝わるな。閉まるね。閉まるボルトの。ボルト皆さんに感謝して。ザース伝わるな。いいね。伝わる。その中から選ばれた質問はこちら。ノキオの胴体にあるボタンって押したらどうなるの。あ、これどうなるの。ノキオ2つあるんだ丸いのが。うんうんうん、オレンジと、うん、青と、うん、どっち聞きたいの。2個もあるの。あ、オレンジとオレンジ聞こうかな。じゃあオレンジを押すと、あれはパイナップルとか、うん、キウイとか食べると、うん、ちょっとこう舌がピリッとなるだろう。うん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 、あれになる。どういうこと。食べてないのにあれになる。ちょっとピリってなるの。押しただけで。そうだ。え、オレンジ押したらそのピリってなるの。そうだ。青は。青はあの普通にあのロケットだ。あ、そうなんだ。間違って押すとえらいことになる。間違って押すとピリってなる。あ、そっか。ロケット発射っつってオレンジ押したらピリってなる。そうだな、うん、いやでもわざわざノキオに質問ありがとう。本当にこの感謝の気持ちをちょっとボルト、うん、言ってくれ。違うから伝わる。ボルト感謝してるから。さっきより声抑えていた。まだまだ感謝しないといけないからね。うん、じゃあもう一ついきましょう、はい、
好きな人に告白したいのに勇気がなく告白できません。どうしたらいいですか。お悩み相談でございます。これはね、僕らのメンバーだとムスビが一番モテるんですけど、ムスビちょっと答えてあげてよ。好きな人に告白したのに勇気がなく告白できないっていうのは、もうそんなに好きじゃない。花粉症と一緒だから、好きってそのタンクがいっぱいになったら勝手に告白するものだから、これできてないっていう点でまだそんな好きじゃないってことだと思います。ムスビなんか嫌なやつだね。ザス、ザスで締めた。感謝しちゃって、そういうことなんだ。じゃあもう一ついきましょう。 LINE のスタンプありますかね、LINE のスタンプありますか。じゃあスイーツ答える。あ、答えましょうか、いいですか。はい、LINE のスタンプなんですけど、ないです。ありますよ。あるんですよ皆さん。そんなものはない。ありますよ。ある。ないです。 LINE のスタンプショップであわれ名作くんで検索してください、ありますからね。結構みんな使ってる。使ってる使ってるよ、みんなで LINE するとき使ってる。ね、そうだね。何使うよく。むすびは、ボルトのスポコンポイゼ。あ、スポコンポイゼいいよね、あれね。コンポイゼ。あ、そうそうそう。あれはどんな時も使う。やっぱりボルト使ってもらったら嬉しいんだ。嬉しい。じゃあ感謝しとかないと。あと、この動画1個で引っ張る傾向があるから。前回5種で引っ張ったけど、今回ザッスだ、ちょっと5種と似てるしね。似てるよ、ザッスね。はい、ということで以上、名作くん知恵袋のコーナーでした。この動画の YouTube コメント欄、もしくは名作くん公式 Twitter に質問をもらえれば、今後の学級会でお答えいたします。フォロー待ってるよ。はい、さあ次のコーナーでございます。ボルトの一言。じゃあ今回もボルトお願いいたします。では行くまんねん、固定資産税。すげえ必殺技みたいだね。かっこいいね。全部漢字のタイプの人。かっこいい、かっこいい。字が出るんだよね、打った時に字がガーンって出るやつ。すごいね。じゃあのきお、のきお、じゃあありがとうございますって言って。のきおが言うか、こういう感じで。ありがとうございます。はい、そんな感じでお送りしました。あわれ、今のは俺だったのか。学級会第2回はいかがでしたでしょうか。やっぱみんな揃うとね、楽しいね。楽しかったよ。名言、名言出たからいいよね。ザス、これ本編にも入り込んでくるパターンだよ。本当だ、本当だ、本当だ。そのパターンあるの。ここで流行ったら本編入れてくれたりするの。そう、そうあるでしょ、そら。マジかよ。そうだよ、そうだよ。マジかよ。そうですって。時間使うなよお前、その相槌で。さあ、こんな僕たち哀れ名作くん DVD は 1,2 巻が絶賛発売中でございます。 YouTube で非公開の回ももちろん収録されてますよ。むすびのやってる名作くん公式 Twitter もフォローよろしくです。それではまたアニメでお会いしましょう。じゃあ締めとして、僕がチャンネル登録よろしくねって自分のタイミングで言いますので、みんなはその僕のタイミングに合わせて言ってください。難しい。チャンネル登録よろしくね。あの冒頭で僕好きなものをおばあちゃんのシャツって言ったんですけど、本当はカレーです。どっちでもいいわ。めでたしめでたし。